準備しております。ヒーボー君は太田ヘアに、私は SK2 を塗りたくっております。これね、ピントが合わない。今日はですね、デートに行きます。パチ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 、久々だね。そうだね、2人でデート、いいとこのランチに行こうと思って。お誕生日にマネージャーさんたちがね、ランチのチケットをくれたので、期限が来月の1年ぐらい行ってなかったことね。1年ぐらい行ってなかったね、ちゃんとしたデートは。なのでちょっと用意したいと思います。今日のベースはこれ、もう UV が出てきてるのでね。チークは最近これですね、ベアミネラルさんのジェンヌードブロンザーってやつ。ちょっとデートだからチークとかつけちゃおう。これはね、エトボスさんのやつ。筆、急げ急げ。ちょっとさ、ランチの前にさ、あそこ伊勢丹行きたくて、いろいろ買いたいんですよ。アイラインはこの最近デジャブさんのにハマってます。ジェルになってるからすごく描きやすいの。全然ピント合わないんだけど。ね、ピントってどうやって合うの？ピント。ピントが合わない。わからん。オートフォーカスって何？勝手にピント合わせてくれるの？最近はちょっとここにちゃんちゃんって出すのがマイブーム。ちゃんちゃんって。最近さ、子供の行事だったり、なんかそういう、まあ仕事もガタガタしてたりとかがあって、夫婦であんまり一緒に、なんかさ、たまにのデートとかあるよ。そのお茶飲んだりとか、なんかそういうがっつりどっかおしゃれしてご飯食べたりっていうのがなくて、だから今日はすごい楽しみの。二人とも張り切ってね、おしゃれしてんだ。マネージャーさんの妹さんがいつもシッターさんしてくれてるんですけど、そのシッターさんが2人忙しいから、こうたまには2人の時間ゆっくりなんかデートとか行っておいでって言ってくれたの。チケット、目がパッチリした。あ、アイシャドウ塗ってないじゃん。アイシャドウ、アイシャドウ、今日はディオールさんにしよう。じゃーん、ディオール、ちょっとボルドーというかブラウンとかボルドー寄りのねやつです。今日はさ、とわちゃんもみゆちゃんも幼稚園に行ってるので、今のうちにデートに行きます。ひぼくんできた？早いよ。いこの間ロイの野口さんにもらったやつがこれ、ベンデラプレミアムピコリキッドってやつ。熱を入れれば入れるほど髪に良くなる。だからアイロンとかする前にこれを振りかけてアイロンするといいなって。無事にメイクも仕上がりました。このピアスはセリーヌさんです。もう何年前だろう、結構前に買いました。最近ハマってるリップはこれ、エチュードさんの12番ね、フィクシングティント。これマジで取れないよ、色が。安い、1200円ぐらいだったけど、おすすめ。今日のカバンはですね、ザローのマルゴーさんの10かな、ベージュでございます。カチューシャはアレクサンダーいつも読めないこちらですね。ちょっと残念ながら雨ですが、今からランチの前にね、伊勢丹さんに行きたいと思います。着きました。今日はマンダリンでランチ、おしゃれランチ、イタリアン行ってきます。高すぎて高すぎてヒヤヒヤしてる。ちょっと怖いね。景色がいいよ、取り越しちょっと怖いんだよ。おいしい。何かわからない。
突然始まるね。そんなそんな、そろそろなんか最後のエンディング撮ろうかとか、なんかそういうの全く、そんな突然始まる。どうだった、久々のデート。いや、美味しかったね。うん、すっごい美味しかった。だいぶ寝落ちこいたイタリアン行かせてもらっちゃったね。ねえ、フレンチ、イタリアン、イタリアン、イタリアン、うん、フレンチとイタリアンって違うっけ。ちょっと違う。いや、絶対違うでしょ。フランス料理とイタリア料理、ちょっとそこの違いとかもまだ分かってないんだよな。何か分からない。今日もね、それこそさ、マネージャーさんと、ね、マネージャーさんの周りの人とかがさ、2人で行ってね、チケットくれてさ、ありがたいよね。自分のお金で食べてないんだよ、だから私たちは。そうね、本当に食べさせていただいてますね。本当ありがたいね。ちょっと今からね、互いに別々の場所へ行くから。いやいや、そんな別に難しい言い方しなくて、ただチピがこれから仕事ってだけでしょ。そんななんかその深い意味を持たせるような言い方しない。ただ仕事に送ってるだけ。今から仕事なの。さあ、ヒーボー君が送ってくれるって半分半分強制だったけどね。それは送りますよ、車は。ね。事故事故事故。怖い。というわけで、あの太田夫婦のデートでした。何にもデート内容載せてないけど、まあ、でもちゃんとこれは今のこれエンディングね。前回のリゾラーレのやつ、本当にとんでもないところで突然チュークリーム作り始めるところで突然終わったから。私の YouTube っていきなりいつも終わるからさ、なんか突然終わるからさ、多分編集する人もさ、もう素材ないんですかみたいな感じだと思うからさ、今日はちゃんとエンディングを撮りましたんで、はい、編集する人よろしくお願いします。お願いします。以上、近藤千尋のジピチューブでした。こんなこと普段言わないのに。次の動画も見てね。いいね、いいね、グッドボタンもよろしく。グッドボタンもよろしくね。さようなり、さようなり、バイバイ、さようなり。